日本で暮らしていて一番思うのは即何かが足りないっていうことですね。僕は中学校の時も高校の時も大学の時もすごく正しさを求めてた。すごいクリスチャンの言葉で言うと真理というものを求めてたんですけど、ずっとそのことにそれがないことが普通だった人生でした。なのですごく高校生の時にはすごく周りの友達がしていることがすごくつまらない、本当に些細なことで芸能人のこととか有名人のこととか本当にすごく遊びに行くこととかすごくつまらないなって思ってたことがたくさんありました。なので自分はそれについていくことができなくてすごく孤独になった時期があります。で大学でも同じように孤独になることが多かったですね。誰にも自分のことを分かってもらえないっていうふうにずっと思ってました。で大学を卒業してからもすごく自分自身の自己実現というか自分の夢を叶えることが人生の意味だっていうふうにすごく考えてました。初めてそのクリスチャンの人と会った時はその神様のことを言われても全然その実感が湧かなかったです。そういうふうに世の中にはある神様がいてるというふうに言われてもそれはもうクリスチャンの人たちの神様であって自分たちとは無関係、離れてるっていうふうに考えてました。やっぱりそれも自分自身の中で言葉は違うかもしれないけどある意味自分自身の神っていうのができていて自分はそれを信じることが正しいっていうふうに考えていた。宗教をする人たちっていうのは弱い人たちっていうふうに考えてました。の友人に毎週一回誘われて教会に行って毎週教会には行くようになって、そこでは大学の時にから続けているギターを弾いたりとか楽器を演奏できるっていう機会があったのですごく自分でも楽しくその教会に行く意味っていうのを本当に見つけてたのかなと思います。である時期が来て、自分は教会を去らないといけないっていう時が来て、でもそれも半年ぐらい経ってたんですけども、の時に友達とその一番最初に会ったクリスチャンの友達と会って、で彼に仕事でちょっと香港に行かないといけなくなったんだっていうのを告げて、で教会にはもう来れなくなるからすごく寂しいよって言った時に、彼がそうなんだってすごく寂しくなるよって言ってて、で彼自身は一度提案として今クリスチャンになってみないっていうふうに言われて、で僕からしたらいろんな話はしてもらったけど僕はあなたのそのクリスチャンキリスト教を信じることはすごく尊重するし素晴らしい子だと思うけど僕がなることは全然関係のないこと僕と、だから僕はクリスチャンに何かしら自分は相手に勝ったっていう考えがどっか無意識のうちにあったんです。すごく落ち込ませるようなことじゃないかなっていうふうに考えてたんですけど、でも彼は全然あそっかみたいなふうに、なんかそれをすごく自然なこととして受け止めていた。だからそれを本当に自分でなんか僕をクリスチャンに変えようっていうふうに考えてはなくて、本当にそれも神様の御心として受け止めていたっていうのを、自分で全てを周りのものをコントロールしようとしてなかった姿を見て、なんかすごくあっけに取られた感じ、びっくりして、いやあれなんでだろうっていうふうに、で家に帰って自分ですごく考えてみたら、なんか
僕はすごくなんかその友達に対してすごく見下してた態度を取ってたなっていうのに気づいて、なんか僕はどこかで心のどこかで相手に対してすごく勝たないといけない、相手に対して争っていて、相手に勝つっていうことが人生の目的としてあって、なんかそれそのなんか心の悪い部分というかすごい醜い部分を見た瞬間に、自分自身ってあこういう生き方をしてたんだなって思った瞬間に、すごく何とも言えない気持ちになりましたね。なんかあこれが自分っていう人間なんだっていうふうに思って、うん、なんかすごく悔しかったっていうのがあって、なんかあ自分の生き方って間違ってるなって思って、うん、友達に会って次の日曜日にその友達にやっぱりクリスチャンになってみるって言って、うん、あ神様を信じよう、あイエスを信じよう、信仰を持ってそういう生活を始めたい、クリスチャンになってからは今は本当にもう5年ぐらい経ってるんですけど、今では、まあ、聖書を毎日読んだり祈る、毎日祈るというのは本当にもう自分の生活の一部ですし、で教会で時々説教させてもらう機会も与えてもらったり、スモールグループをリードする機会があったり、賛美歌を演奏し教会で演奏したり賛美歌を書いたりすることもするんですけど、本当にもう生活の全てが神様の栄光を示しているっていう人生に変わりました。しっくりくる気がします。まあ、今ではクリスチャンの妻と結婚したり、5年前では考えられないような人生を生きていると思います。ただ一言、本当にその5年前の僕が今の自分を見て思うだろうということは、本当に心が満たされて毎日を生きているということだと思います。そういうのを求めていたものが今実際に叶っているっていうのを、多分自分自身の自然に出る笑顔であったり、妻とのやり取りであったり、愛の行為であったり、それだけじゃなくて他のクリスチャンの兄弟姉妹に対する愛の行為であったり、本当に神様のために満ちて生きているんだというのが分かると思います。こんな人生が送られたと本当に信じてなかったですし、今でも正直自分でたくさんのその試練もあるんですけども、こういう人生を、これが本当の人生なんだっていうのに感じます。父子聖霊の名前によってバプテスマを授けます。In Japan, there are so many people, including my family, or parents, brothers, relatives, friends, you know, people out there, just they have never heard of the gospel. And when I thought about that, I just immediately realized that, you know, there was meaning that I was baptized and called in Japan.